皆さんこんにちは、劇団フリーサイズの谷桃です。ようでございます。どんな髪型してるんですか。今整いました、はいはい、劇団フリーサイズの須藤達也です、はい、よろしくお願いします、はい、ウェイティングルーム2024の舞台稽古が着々と進んでおります。そういうことです。タッチはそう、顎どうしたの。あずきみたいに言ってる。今日ね、寝ぼけてたの寝ぼけてて、それ終わってんのになんか歯がここに引っかかってきたら、で、逆にヨウさんはもじゃもじゃっていう。そう、生えてる。役作りですか。これは役とは全然関係ありません。関係ない、はい、ちなみにヨウさんは今回どういう役ですか。あ、ツルツルの役です。ツルツルの役。そういうこと聞いてんじゃないですか、ね、そういうこと聞いてない、そういうこと聞いてない嘘今回の役、うん、うん、F チームですね、ヨウさん。そうですね、はい、F チーム、はい、うんうん、ツルツルの役で、で、はい、なんだろう、自分っぽい、感情もあるんだけども、でも、うん、ちょっと自分とはちょっと違う人っぽい。そうですね、なんか普段ヨウさんっておとぼけた役が多いんですけど、はい、今回ちょっと全然違う役ですよね、また、うんね、うん、でも新しいこのなんていうか、ね、そういうこと印象がほら、だから皆さん見たことがない役ですね。素晴らしいですよ、うん、はい、普通の人間の役だもん。はい、そうです、うん、普通の人間かどうか分からない。たっちゃんはどうですか。僕はですね、まさかの日本にいない人です。はい、日本人ではない役日本人ではない役ですね。人間、はい、人間ですね。人間役。でもアクションも結構ある。アクションで結構ある。結構あるね、はい、思ったよりあった。はい、なので日本語じゃないからねセリフを覚えるのが大変。ももも人間。いや、私人間です。え、よかったね、はい、よかったね、はい、みんなで人間役だって、はい、そういうことになります。 F チーム、S チーム、F チームで、私は秋っていう役なんですけど、私普段なんか飛び道具みたいな役が多いんですよ。私も、はい、さ、みんなそうじゃん。私もそう、ピンポイントで出てくる飛び道具みたいな役しかやったことないんですけど、うん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 、今回割とずっと普通の人でずっと舞台上にいるんですよ、ね、私も、ね、私も、ね、普通の役やろうよ。そういう珍しい、かなり珍しい、そういう、はい、珍しい舞台になっております。はい、はい、6月の5日から6月の9日まで、はい、新宿のサンモールスタジオです。真横にそっくりな名前の劇場あるんですけど、皆さん地下1階の方なので、はい、間違いないように。どっちも地下1階なの。あれ、待って本当だ、ちっちゃい方、ちっちゃい方言いたくないけど、ちっちゃい方、小劇場の方ですので、はい、あ、ちっちゃい劇場だから、はい、階段ぐるぐる、降りる方ですので、はい、そういうことです、はい、チケットの予約ももう始まっております。はい、はい、詳しくはYouTube のこう概要欄とか、劇団フリーサイズのホームページですとか、はいはい、あと、はい、我々の SNS にも載っていますので、はい、そこからご予約ください。はい、お待ちしております。待ってます。